っていきまーす。意外とうまそうでしょ。俺と対面するミッドレーナー誰かな？さあ来いよ。おめえ何出してくんだよ。なんだと？何？シェン、俺と夢見るか。いいよ。始めようぜ。俺が全員潰してやるよ。俺の傘で今結構信頼度は高いけどね。なんかちょっと出ちゃったみたいな感じになってるけど、そんなことマジでないよ。あのね、もう配信でクソほどキャンプされて、俺本当にこのゲームで随一の力を持ってんだよね、レンデタイルっていう。それとカサディはマッチしすぎてる。アジールごときマジで余裕なんだよね、カサディンって。だって壁出してくるじゃん、越えられるし。お前兵士出すじゃん、越えられるし、飛び越えられるし。でその兵士俺に追ってくるじゃん、急で。でもそのところにもう俺いないし。俺がレーンを耐え切ったらお前は終わりってこと。わかるかい？よろしく、ピュッ！カサディンの講座をやりながらじゃあやるわ。もうなんかレーニング余裕だから。基本的に、いた。CS は、マジで、ワンチャン半分取れたらワースぐらい。ゆっくりでいい。エアリーがきつすぎる、ぶっちゃけ。でもエアリーっていうルーンを選択するっていうことは、集団戦のパワーが極端に落ちっから。この連戦をマジで意識して CS 取る。ハラスに命をかけてるんだよね、言ってみれば。この時間帯は絶対に強い。俺の時間待とう。で、俺アジル自体もわかるんだけど、Qのスキル自体を避けること。その後の通常攻撃チョンは食らっていい、W の。Q を食らうとダメージ出ちゃうから。はい、はい、これね。今ダメな例をやってみました。このようにやらないようにしてください。ゆっくり押しましょう、ゆっくりゆっくり。これキルラインです、これキルラインです。見ての通り危なかったです今のは。まあでも今のプレイによって敵のミニオンがタワーに押し付けられ、で DP も温存することができました。まあレーンの状況とテレポートを交換というわけかな、これは。マジで寄っちゃあかん。中途半端なことをしたらそっから一気に失速する。カッサカサは。一貫してください。で、ぶっちゃけた話をすると、それで他のレーンが死んだら、カサディンを理解してない、他のレーンが悪い。そう、カサディンが試合に現れただけで、試合はカサディン中止になります。これ残念ながらなんだけど。これ強制なんだよね、本当に。それを理解して、まあドラゴンだったり、それこそ、いろんなところに、どう動くかを考えないといけない。だってドラゴンは寄れないし、ヘラルドでは寄れないし、レベル11まで弱いし、使い物になんないんで。うめえ、お前。シャットダウン。あ、なんだよ。殺せてないから。まあ、こんなこともザラです。味方にフォーカス浴びてね。味方からのそういう負の気持ちっていうのを受け負って。いいね。倒しました。その代わり、勝ちをプレゼントしますよっていうキャラ。敵を倒しました。よし、素晴らしい。うわっ、なこいつ
これが耐える力だな、カサディンの。もうめちゃめちゃ焦ってると思うよ。やばすぎる、それは。今ジニア間に合わないよな。よし、えぐい。フラッシュインはさすがにフラッシュインはやばい。おいしい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 。焦りを狩る、焦りを狩る。はい、ナイス。おぞっし、ブルーも配達してくれたのかな。あ、ああ、まだそんな火力はねえか。味方が倒されました。味方もクソ勝ってるしな、これ。なかったんだ。ごめん。いや、うますぎて笑ったー。なんだこのラックス、めっちゃ急当てる。ナイス。マナーアイテムって何言ったらいいかな。フローズンハート以外にマナーアイテム何なんですか。あれ、それ行くわ。ロックス？ん？こいつフラッシュねえからな。ジンくん？うん、まあいいよいいよ、全然いいよ全然いいよ。俺そもそも育ってるしね、元から育ってるんで大丈夫です。敵を倒しました。敵を倒しました。気持ちいい。ダブルキー。カサディマナが欲しくなんだよな、本当に。マナが失せるわ。カサディンが中心、カサディンが中心。マジでなんでなん。敵を倒しました。持ってけそっち。ブワン。見たいかしん、我が力を。お前を昇格戦に上げてやろう。大丈夫だよ、心配しなくていい。
硬いぜ。勝たしてやるって言ったよな。俺はお前を守るぞ、約束は。マジラックスいいな、こいつ。いいラックスいるな。味方がタワーを破壊しました。え？ストライク。ドミネーティング。え？ダブルキル。うま。味方がインヒビターを破壊しました。私が守るわ。その攻防が私の操作。うまいねー、ナイスチーム。俺中心のゲームではなかったの、ちょっと残念ながら。ビクトリー。